なんでもいいと思うわ。そうは言ってもね、思いつかないんだよ。じゃあドラちゃんにおめでとうってお手紙書いたらどうかしら。いいねそれ、誕生日カードか。みんなで寄せ書きしてもいいかも。なるほど。それにさ、やっぱりパーティーをしなくちゃ。誕生日パーティー。おお、そうだな。どうせならびっくりドッキリパーティーはドラえもんを驚かすんだよ。楽しそうね。いいねいいね。みんなありがとう。きっとドラえもんも喜ぶよ。すぐに準備しようよ。ドラえもんには内緒だぞ。びっくりドッキリなんだから。分かったわ、秘密ね。じゃあどうするか相談しようよ。
みんなでせーの、おめでとう。続きましてドラえもんに一曲プレゼント。やっぱりこうなると思った。お誕生日カードも作らなくちゃ。
割に大したことないな。